皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ダイソンスフィアプログラム、実況4日目です。前回我々は最初の工業区画を稼働、電磁気学マトリックスを使用した研究を開始する準備が整いました。早速ラボを増やして研究を加速するのよ。前回の動画の後にちょっと問題点も見つかりましたので、その点も改善しつつ作業を進めましょう。問題って何なのよ。これまで部品の供給ラインからラボのラインには、ソーターで部品を渡していたのですが、それだと速度が遅くて奥のラボまで部品が届かないんですよ。それではせっかくラボを増やしても一部は稼働しなくて無駄になりますので、その点を改善する所存です。ラボの増設完了です。供給ラインからラボのラインへ部品を渡す部分については、ソーターではなくスプリッターに変更しました。これならタイムロスなしに部品をラボに渡すことができます。なんで今までスプリッター使わなかったん？このユニットは前回の動画の最後で完了した研究でアンロックされたものですから、それに結構スペースを取るのが少々気に食わないのです。しかしこれで問題は解決するはずです。今まで部品が流れる方向を変えるときってソーターを使ってたけど、これからはそのスプリッターを使うことになるの？それはどうでしょうね。さっきも言いましたがサイズが大きくて場所を取りますし、複数のラインが並んでいる場合はラインを立体交差させる必要があったりと、これはこれで面倒なんですよ。特に問題ない場合は今後もソーターを使うことになると思います。スプリッターをアンロックした時の研究で、同時に速度が上がったソーターも使えるようになりましたし、そこは状況に応じて使い分けていきましょう。ところでラボの数はこれで十分なの？増やそうと思えばもっと増やせるんでしょ？増やすことはもちろん可能ですが、まずはこの数で本格的に研究を始めましょう。研究がはかどらないようであればその時増やせば良いですから。まあいつまでも生産ライン作るだけってわけにもいかないから、そろそろ研究も進めないとね。で、次に何を研究するのかは決めてるの？研究速度は上がっているのであまり考えずに、レベルの低い研究から順番に予定を入れるつもりですが、最初に済ませておきたい研究はあります。それは何なの？そうですね、ちょっと研究ツリーを見ながら、その点については説明しましょうか。ちゃんと研究ツリーを見るのって久しぶりな気がするのよ。じゃあ研究ツリー画面を開きますね。それで、まず研究しておきたいものなのですが、これです、電磁ドライブ。これをアンロックして、作れるようにしておきたいのですよ。何か理由があるの？この電磁ドライブはですね、先ほど説明した速度が上がったソーターの生産に必要だったり、イカロスさんのアップグレードにも必要な部品なのです。ちなみにこのアップグレードでイカロスさんの速度が上がります。今後の作業のためにも早めに使えるようにしておきたいのです。いいんじゃないの？じゃあ決定ですね。最初に電磁ドライブの研究から着手します。あとは順次低いレベルの研究から予定を入れておきましょう。こうして見るとまだまだ研究もこれからって感じなのよ。電磁気学マトリックスを使う研究はほぼ止まってましたからね。しかしこれでかなりの数の研究を進めることができます。これからいろいろな施設や資材がアンロックされることになります。こうして見てるだけだと一体何をどう使うものなのかさっぱりなのよ。ツリーだけ眺めていてもわかりにくいですね。確かに、英語ですし、いずれにしてもどこかで使う場面が必ずありますから、アンロックしたものの紹介は、それを使うタイミングで個別にする予定です。新しい発電機とか石油の採掘とか、面白そうなものがあるみたいじゃないの。アンロックされたものを確認するだけでも結構大変ですよ。何が作れるようになるのか、何に使うものなのか、それを確認して今後の計画を考える必要がありますし。何より英語だしね。イカロスさんのアップデートも予約しておきましょう。建築ドローンの数が増えたりスピードが上がったりするので、これで作業効率もいくらか向上するはずです。あれこれ話しているうちに電磁ドライブの研究が終わりました。早っ、1分ちょっとで終わったのよ。これなら今回で予定しているほとんどの研究は終わりそうですね。それで、しばらくは予約した研究が終わるのを待つの。って言ってるうちにまた研究が終わってるし。いえ、せっかく電磁ドライブの研究も終わったことですし、イカロスさんのアップデートのためにも早速生産してみましょう。
電磁ドライブの生産開始です。とはいえこれはあくまでイカロスさんのアップデートと、新しいソーターを作る部品に使うためだけに使いますので、あくまで一時的なものですね。本格的にラインに組み込む必要があればその時また場所については考えます。これでイカロスさんの鈍足も解消するのね。資材を取りに行く時とか地味にめんどくさかったですし、これで少しは快適になるといいですね。次は何をするの？研究が終わるまでの間に細かい雑用を済ませましょう。ですのでこの空いたスペースに倉庫を一つ作ります。こんなところに、何のため？イカロスさんのインベントリがですね、ちょっと窮屈になってきたのです。いろいろとラインをいじっている間に回収した部品やら、燃料の石炭とか施設を作るために持っている資材やらで、そろそろ空きが少なくなってきましたので、今すぐに必要ないものはこの倉庫にとりあえず入れておきます。インベントリの整理が終わったら、ひとまず石炭と鉄板の補充でもしておきましょう。何をなってんのさ。いやですね、ちょっとラインの様子がおかしいのです。電磁コイルの組み立て機が4台動いていないのですよ。コンベアが埋まっているわけではないですし、おかしいですね。ちょっと確認します。どうしたの？なんかわかったの？原因はわかりました。磁石の供給ラインに銅板が紛れ込んでますね。このせいで材料の磁石が使えないので奥の4台が止まっているようです。じゃあそれを取り除けばいいんでしょ？簡単じゃない？問題はですね、なぜ磁石のラインに銅板が紛れ込んだのかということです。そこを解決しないとまた同じことが起きます。もう少し調べる必要がありますね。ようやく原因がわかりました。何だったの？この手前から2台目の組み立て機がですね、ソーターの取り付けの時に間違っておりまして、銅板を取り込むところが隣の磁石のラインに渡していたのです。これが磁石のラインに銅板が紛れた原因ですね。ソーターを取り付け直せば解決です。一マス間違えただけで生産がストップしかねませんからね。今後は気をつけましょう。工場も大きくなってくるとちょっとしたミスでも影響が大きいのよ。イカロスさんのアップグレードが完了。これまでより早く移動できるようになりました。うん、早くなった早くなったのかなぁ。見てください、あの軽やかな足取り。心なしかモーションも躍動的に。正直もっと劇的に速くなると思ってたのよ。まだ1段階レベルを上げただけですからね。この先またアップデートすればさらに速くなるはずです。今はこの速度で我慢するしかないってことね。動画の最初に予約を入れた研究は全て終わりましたので、さらに研究を進めましょう。マトリックスを使った研究はこの回でほとんど終わりそうな勢いなのよ。でもさ、さっきからちょこちょこと赤いマトリックスが出てきてない？ご主人様たちが研究に使ってるのは青いマトリックスよね。確かに赤いマトリックスが出始めましたね。少々お待ちください。これですね、エナジーマトリックス。次のレベルの研究を進めるのに必要なマトリックスです。やっぱりマトリックスも1種類じゃなかったのね。今回の動画中にはこれも作れるようになりますよ。まあ研究素材だし、まだ上のレベルがあると思ってたけど、随分と早いご登場なのよ。最初のレベルの研究を本格的に始めたばかりなのに。思った以上にラボを使った研究の速度が速かったですからね。それで、次はこれを作るのが目標になるってこと？そうですね、しかし素材も見たことがないもののようです。おそらくこれまでの研究で作れるようになったものだと思いますので、まずはそれを確認しなければなりませんね。それに色々とアンロックされた施設でラインを改善したいところもありますので、いきなりエナジーマトリックスの生産というわけにもいかないでしょうね。ファクトリオの時よりも研究レベルが上がるスピードが速い気がするのよ。この星の後にもまだまだ開発しなければいけませんからね。それが理由でしょう。今度は何をしてるの？研究が終わって生産が可能になりましたので、鋼鉄を作ります。これがあればアップグレードでイカロスさんのインベントリ容量を増やせます。いいねいいね、イカロスさんどんどん強化されていくのよ。今はそれ以外の用途はありませんので、あくまでも一時的なものですね。作った鋼鉄は倉庫に入れておきます。また何かあったの？左上を見てください。研究が止まっています。あ、ほんと、何が起きてるの？研究が止まっているということはマトリックスの生産が止まっているということです。また原因を調べないといけませんね。原因がわかりました。何だったの？マトリックスの部品である電子回路の生産が止まっています。それが原因です。なんで電子回路の生産が止まってるの？手前のラインで電磁ドライブを作るために鉄板を使っていたら、電子回路のラインまで鉄板が行き渡らなくなったようです。どうするの？このままじゃ研究が進まないのよ。当面必要なドライブは作ってしまいましたし、とりあえずドライブの生産を止めましょう。これで電子回路の生産がまた始まるはずです。ちょっと前までは溢れるくらいに鉄板あったのに。マトリックスに必要な部品を作るためのラインでは、
それ以外の用途の部品は作らない方が良さそうです。そもそもの鉄板の生産量もそろそろ増やす時期みたいですね。ということで、鉄板の生産量を増やすために、製錬所を一機追加します。鋼鉄は必要な量を生産しましたので、これを使いましょう。2つ目の製錬所で鉄板の生産を始めました。これを鉄板の供給ラインに合流させれば完了です。先々を考えるともっと製錬所を増やす必要があるかもしれませんね。正直これまで製錬所1機でよく問題が起きなかったものです。まあ鉄鉱石はまだ余裕があるみたいだし、必要ならガンガン建てていけばいいのよ。銅板はまだまだ余裕があるんですけどね。そろそろ次の鉄鉱石の鉱脈も探しておくべきかもしれません。お、また何か研究が終わったのよ。何やら心躍ることが書かれてるんだけど。あ、終わりましたね。じゃあその成果をちょっと見てみましょうか。先ほど終わった研究はイカロスさんのアップグレードです。また新たな力を得たイカロスさんのお披露目です。心の準備は良いですか？じらすもんじゃないのよ。早く見せなさいよ。それでは、3、2、1、テイクオフ。おー。飛んでる、イカロスさん飛んでるのよ。一番最初の動画で言ってたロマンがようやく叶ったのよ。これまでも水の上ではちょくちょく飛んでたんですけどね。これからはいつでも好きな時に飛行モードに移行できます。歩くよりもはるかに速いですし、これで移動もかなり快適になります。だったら移動速度を上げる必要なかったんじゃないの？飛行モードは便利ですけど燃料の消費が激しいんですよ。あ、ほんと、結構な勢いでエネルギーが減ってるのよ。ですのであくまで遠距離を移動する時限定ですね、今のところは。まあそれでもいいじゃない。いやー、やっぱり飛ぶロボットはロマンなのよ。これでますます開発もはかどるというものです。またイカロスさんのアップデートが完了。インベントリの容量が増えました。さっき言ってたやつね。これも地味にありがたいアップグレードです。それで研究の進捗はどんな感じなの？見たところかなり進んだみたいだけど。今着手できる電磁気学マトリックスだけを使った研究は残り3つですね。これもそれほど待たずに終わるでしょうから、そろそろ次のレベルの研究のための開発が必要です。あの赤いマトリックスを作るための開発ね。しかし今回はいろいろ盛りだくさんだったのよ。研究もかなり進んだけど、問題もいろいろ起きたし、何よりイカロスさんがすごく強化されたのよ。いわばイカロスさん強化習慣といったところなのよ。これまで進みが遅かった分、一気に物事が動き始めた感じでしたね。次回からは赤いマトリックスを作り始めるの。今回の研究でいろいろと使える施設が増えましたし、それを確認したり、物によってはそれを使ってラインの改善もしたいですね。その後でエナジーマトリックスのための開発の準備に取り掛かりましょう。それではまた、次回。ご視聴ありがとうございました。